皆さんこんにちは、ベスルンです。今回はゲーム赤狼経験値稼ぎの第2弾を紹介します。場所はアシナの底、隠し森というところです。行き方がわからない方はリンクの動画を参照してください。一周で1分ちょっとで、経験値が1000ほど稼げるのでかなりおすすめスポットです。敵も弱く、ほぼ印刷するだけなので効率は、すごく良いです。それではご覧ください。これを繰り返すだけです。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。